第一目的地位置。はい。出てもらおうか。エディエイなんだお前はこの野郎だ何やってんだよ旦那社長だはい、天地社長今日何だってたか、サムネイルって書いてあった喧嘩っすねよく見てろ喧嘩ドッキリ喧嘩ばっかりでこいつらワンパターンって書かれとるやろがじゃあ今日は 4K な、はい、4K について臭い、汚い、キモい、気持ち悪いそれ全部お前やお前何やってもお前やそれきつい仕事でも、まあ、独立する人結構多いやっぱ独立したら稼げるっていう話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ言ってもちろんもあれだろう結構独立の知り合いとかあるだろう個人でやってるってあんま少ないですなんかどっかの会社入って独立してるみたいな感じはあ手間受けで手間受けであ手間受けでは多いかもしれないです足場の場合だといやなんか面白いことやらなかった今日からあの YouTube 責任者に帰り咲きました小林と申しますよろしくお願いいたします材料持ちってやっぱまだ少ないと思うんだけどない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 トラックって300万ぐらいでしょまあちょっといいの買ってで安いのが150万ぐらいで買えるわけじゃん中古でそうですねどれぐらい稼ぐのトラック持ちで手間受けやってたらトラック持ちで手間受けでまあ人数にもよると思うんですけど、うん、まあ2人ないし3人トラック1台だなトラック1台もね知り取るって親方だったらもう100ぐらいもらえるんちゃう一人100かけ払いって大体手間で受けるっていうことねかけ払いで行って大体まあ6万とか7万とかあなら2人でやりゃまあなるわな、まあ、かけ払い行ったら、まあ、7万ぐらいになるんですけど、まあ、高速代ガソリン代なんだかんだ引いて5、6万ぐらい残ってでも結局その、まあ、従業員にいくらかあげるっていうのでも変わってくると思うんですけどあまあそういうことなだけど足場ってある程度自分ができる心やある程度手元みたいなことでもあるもんな、まあ、材料ちゃんと投げてくれや、はいまあ俺クラスの手もちょっと使い物にならんかもしれんけどこれならってかかるんだけど俺クラスだったら多分誰でも使える社長のお父さんと一緒に現場に行くお前ここで今ちょっとさっきの動画流すわだろ誰が社長誰が社長めっちゃ社長めっちゃ社長でどういう教育しとんだお前こいつうちの会社の人間に全員ベトナム人社長と呼ばしようでねいや社内独立したんですよもうお前独立したらあの全部ピンハネを下ろす日給5000円お前日給5000円いやでも僕あのあれですよ支払いの方が多いですよ毎日だってベトナム人120円で缶コーヒー買って買い慣らしてるんで買い慣らしてる社長って言わせるためだけ言わせるためだけ気持ちを思い夜するためだけですよ気持ちをお疲れーって言ったら社長お疲れ様ですお疲れ様でしたオブスまあ今あんまりないか3軒前な3軒もう本当でも近くないとできないですもんねやっぱもうタイミングですねああそういうことなやっぱ僕が女ができるタイミングと一緒なような感じですよお前女なんか30年間ぐらいできてないお前いくつ29です29年間何人おるの29年ゼロって今なんかキャバクラのキャ文字も出てこないギャラ伸びだけだろお前やってんのいやちょっと話それますねキャバクラがギャラ伸びだろギャラ伸びのミッキーですキャバクラがギャラ伸びだちょっとブラジル人に惚れたかブラジル人のハーフに別に惚れてなんか写真見せてきたブラジル人のハーフに僕はちょっと可愛いなと思って可愛いなと思いましたすごく酔っ払って記憶がありません、はい、で次の日、はい、次の日おいお前ぶち殺す様寄りすぎだろお前可愛かったですねってずっと言ってました車の中でちょっと半泣きで言ってたもんだって可愛かったっすよだって可愛かったっすよもうこのネタ使われるねって夏ネタは絶対使われるからお前ら独立したいとかない、うん、もう稼げるじゃん難しいかもしれないですね今は何でも若い子が今少ないし、うん、でもそういうこと考えたことないよ僕独立したいお前俺に言いに来たのだけど何言ったかしてるみんな喋っと帰れ一言でも言われたすちゃんと一言あの無理だよ無理だよでもその夜からその前にそうやって言おうって考えてんだよねってこうやって言われて、うん、行ってみるだけ行ってみた方がいいんじゃないって言って行ってみるだけ行ったでも俺んあそうなの無理お疲れだから今忙しいだから別に最近なんとも思わん独立のことに関してないそうまあいろいろ話した話まあ、だけど、うんまあ、独立よりもいい方向があるんじゃないのって、はいまあ、独立してもいいけど
俺はまあ独立するなら、まあ、1人2人はやめとけよって言ったんだな。そうですね、10人20人使うようなならんと、まあ、ちっちゃい親方とかそこら辺だったらやめる。そうそうそう、せっかくこんなスーパービッグな男と出会っちまう。じゃあなかなかうちみたいなこんだけ成長してるとかないじゃん。ないそういうところに出会えてそこの正社員に入っとるんだったらいいけど、はい、いや2、3人の会社がいっぱいじゃん。まあそうっす、多いよ、基本的に。じゃあいい親方だったらいいと思うんだよ、はい、でそこの親方が一生懸命やっとって伸びてて給料も良くしてくれて、はい、だけどなかなかそういうのがないんだったらもう、うん、まあ目指すところは一つしかないもんな。そのお金が目的じゃないけど、目的のためにお金があるじゃん、はい、そうなるとじゃあいい会社作りたいっていうのが必要だよな。だからお金がいるよな。お金稼がなからな、はい、周りで独立じゃないですよ。何年ぐらい独立じゃないですか。俺2、3年独立じゃ結構おるでしょ。全然多いっすね。全然多いでしょ。結構稼いでる子もおるし、やっぱ一番きついの1年目じゃん。そう、行ってもどんな仕事でもそうだと思うんだけど、俺も飛び職だったからね。一応大体 2,3 年ぐらいじゃないですか、若い子だって。15、6ぐらいからって、もう20歳前後ぐらいでやっぱ独立してるって。独立してる子は自分たちで応援行ったりとか。結構稼いでるやつおる、後輩とかで。じゃあもうその時が僕らの時だったら、まあ20代前半くらいじゃないですか、うん、18もらっとったら僕はすごいってイメージあったもんね。一人よりも一人だからね、なんかそいつら行って普通に応援で行ってよ、普通に、はい、俺給料18税別よとか言って言うさんがこいつすげえめちゃくちゃ儲かってるなって思ったけど。そうそう、で最初はなんかすごいそこが僕理想だったっすね。ああ、まずは18目指そうみたいな、はい、まあ俺はあの独立した方がいいんじゃないは、はい、した方がいいんじゃないって。俺も ほとんど仕事できんかったけど、まあそのできるできんってその素人から比べはできるけど、はい、できる人たちが比べはなんであんなやつがこんな大きい仕事やっとんだって言われとったタイプじゃん、はい、うん、だからまあ俺はいいんじゃないのと思うんだけど、まあ、会社に所属するあれによるんじゃないですかね、考え方も。ああまあそうだな、お前まとめることいいこと言うなってつまらん。いやでも最終的にいいこと言うなってつまらんか。最終的にはやっぱ人付き合いですよ。やっぱ仕事もらうのもそうやん。そうやん、わかる。めちゃくちゃ痛い。またこれ何本目、これ5本目ぐらい、これもううちはもうだって本当に人付き合いっていうか挨拶だな。だってもううち本当 YouTube にとっても多分いい雰囲気だと思うけど、もう変なやつすぐやめていくっていうか、もう俺やめさせるもんな。そうですね、やめてけとは言わんけど消えろって言うもんな。回れ右って言う。回れ右、はい君明日から来なくて言う。で誰やめてくよな。やめてくっすね。そうそう、でもうそういういじめするやつとかそういうやつはまあカンタぐらいしかいないもんで、ね、ゲームぐらいしかいないもんで、ね、あいつだけだろ特別許されるのは。みんな知らないと思う。顔がね、顔がいいのと、あの一応ちょっとあいつ出たら結構ね数字が伸びる、ね、数字が伸びるんで残れとるけど、あお前あの顔悪かったらもう即首だ。顔悪かったら首だよね。お前の顔悪かったらもう即首だよ、首だわ。結局まあ商売もほんそうだもんな。俺も別に何ができるってわけないけど、まあ、小林君面白そうだで、ね、ちょっと付き合いしてみようかな、ご飯食べに行こうかな、ゴルフ一緒に行こうかな、飲みに行こっかだもんな、はい、まあ、そっからだと思うんだ。別に面白くなくていいもんで、まあ、挨拶とあと礼儀だよな、本当に。礼儀を知らない子が結構多いですよね。礼儀が知らない子が、そう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 、だから損する。で全然かっこよくねえよって、別にそんなそアンチコメントよりってかっこいいと思ってるなんて、それお前小学生にも喧嘩売れんやつだろ、ああいうところでアンチコメントかっこいい。コンビニでなんかちょっとあのちょっとクラウンとか止まったらこうやって歩いてきますよ。あのドンとドンがこう開いとったら、そのこうやって回ってくるやつら、こうやってこうやって歩いてきますよ。さって言って、でコンビニ入ってビーンってしまう私が、あいつマジ鬱陶しいよ。そう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 、そんなのはいけんのみたいな。だいたいそういうやつだろ、アンチコメントがいて。まあ18くれって言ったらまあ知らんけど、まあ1516で使ってください。仕事を半年しかやったことないですだけど、明るく元気でいつもおはようございますって遅刻しんと来て、俺絶対使うもんな。そう、俺絶対使うよな。そうです、なんか空があるんですよね、なんかそういうことを見てると。そう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 、でもバリッバリのやつで、じゃあ逆にまあ16でもいいわ、でも全然挨拶もしドルッとし、ベトナムもバキバキコキ使ってわーって言って、カンタ？カンタ？カンタ？あれ？カンタ？いけねえ！あれ？なんか聞いたことあるなと思って。なんか誰の言ったら、ずっとカンタのことにしか言ってない。まあそんな感じです。まあくだらんことからちょっとやってますけど、またちょっとこれから YouTube の管理も入ってきますんで、はい、また面白い動画増えてくると思いますんで、ぜひ、はい、見てください。じゃあ、何やった？
チャンネル登録と、あ、チャンネル登録といいね、いいね、ザッス、ダス、ダス、あ、ダス、あ、ダス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 、ありがとうございました。嘘つけ、堀川くんが材料出してくれなかったもんね、明日の分の。あ、ね、あ、そういうことか。そうそう、了解、分かったよ。ショー、ショー、はい、さよなら。そう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 、ね、ショーに言っといたんですよ、あの、あいつが現状した現場があったもんね、うん、それを明日組に行くんですよ、うん、それが2頭、2頭組なんですけど、うん、でショーが見に行っとるもんで、お前どうせ土曜日結婚式で休んどって、どうせお前二日酔いで日曜日家にずっとおるだろうって言って、あ、まあ、そうっすねーって、じゃあお前材料出しといてよって言ったんです。あ、もう曜日な。そうそう、あ、日曜日、あ、日曜日な。そしたらこいつ今電話かけて、材料出してません、出してもらっていいですかとか言って、こんなやつがいっぱいいます。こんなやつばっかだ。これが俺の若い衆や。